最後に、質問時間を少し設けますので、質問にお答えします。最善を尽くします。時間はあるはずです。ですので、もし質問があれば質問をこのスペースのツイッタースレッドに投稿していただければと思います。それらを拾って、最後にお答えします。前述の通り、私はスティーブン・スミスと申します。ツールズ・フォー・ヒューマニティのプロトコル部門の責任者です。 今日はアプリの開発において重要な役割を果たした二人と共にいます。ティアゴとフィリップです。フィリップ、申し訳ありません。ティアゴ、あなたから先にお願いできますかこんにちは、元気かいとてもワクワクしています。ティアゴ、サダです。ツールズフォーヒューマニティのログ部門の責任者です。ソフトウェア製品全般にわたる製品管理やデザインを含む様々なことをしています。 その中で最も楽しいプロジェクトの一つがこのワールドアプリです。私たちはかなりの長い時間にわたってこれに取り組んできました。舞台裏についても少しだけお話しできたらと思います。もちろん、このプロジェクトの進行について、今までの経緯やこれからの展望についてお話しできることをとても楽しみにしています。それでは、フィリップ、お願いします。こんにちは皆さん。私はプロダクトエンジニアリングを主導しています。 プロジェクトの始めから関わっており、日々、ティアゴと共にアプリに焦点を当てて取り組んでいます。いつもこのような会議に参加されるエンジニアは非常に謙虚で控えめですが、私はティアゴとフィリップがアプリだけでなくプロジェクト全体において重要な役割を果たしてきたと確信しています。今日話す内容については、彼らこそが専門家です。本論を始める前に申し上げますが、ウェルカムプロジェクトとツールズフォーヒューマニティにとって今週は非常に重要な時でした。 私たちはワールドアプリを発表しました。我々は。